ロストフは、ロシアのヤロスラブリ州にある都市。モスクワから北東へ225キロメートル、ヤロスラブリの南西53キロ、ネロコのそばに栄えたロシア最古級のことで、住民は2002年国勢調査で34,141人。いわゆる、黄金川を構成する都市の一つ。年代期では862年が初出。ドン川沿いの大都市ロストフと区別するために、 ロストフベリーキー、あるいはロストフ・ヤロスラフスキーと呼ばれることもある。鉄道駅は、ロストフ・ヤロスラフスキー駅と呼ばれ、モスクワから、ヤロスラブリ方面駅の多くの列車が停車する。ネロコ・ロストフの街ができる以前、ネロコ周辺には、サルスコ・エゴロギッシェという要塞の街があった。学者の中にはこれを、フィンウゴルゴ族のメリア人の首都と考える者も,もいれば、ボルガ川とバルト海を結ぶ。 河川交易路の途中にあるバイキングの重要な要塞、交易都市と考える者も,もいる。ロストフは862年の記録では、すでに重要な都市であり、1949年の発掘では、木片で舗装された道も見つかり、年輪年代学調査から963年に遡るとされた。この時期にロストフは、サルス越えに代わりこの地方の主要都市となった。 1988年には、キエフ大公ウラジーミル一世の息子、ヤロスラフが父により、ロストフに配置された。北東、ルーシの町ロストフは、ロストフ区の祖である、ウラジーミル大公コンスタンチンの時代には、教国、ロストフ公国の中心地として、キエフルーシの中でも、最も重要な都市の一つとなるに至った。やがて、ロストフ公国は、ロストフスーズダリ公国。 ウラジーミル・スーズダリ大公国となり、中心はより新しいスーズダリやウラジーミルに移っていった。1238年には、モンゴル帝国により略奪、破壊され、1474年には、ウラジーミル・スーズダリ大公国もモスクワ公国に吸収された。ロストフのクレムリ政治的重要性を失った後も、ロストフには宗教的重要性が残った。 988年には、ロシア最初期の主教座のあったロストフでは、14世紀にロストフ主教が大主教に格上げされ、16世紀にはロストフ不主教に格上げされた。現在も、ロストフのランドマークとなっているクレムリンは、17世紀の不主教、イオナシソエビチが築いた不主教の邸宅であり、モスクワ以外のクレムリンの中でも美しさの際立つものとなっている。 ロストフは13世紀後半のモンゴル帝国による略奪以後、ノガイオルダの創始者エディゲによる1408年の襲撃まで様々な軍団の略奪を受け、大道乱期には1608年にポーランド王国軍による略奪を受けた。18世紀に不主教がヤロスラブリに移転すると、ロストフは静かな田舎町となり、現在はクレムリや多くの修道院を擁する観光地に、 なっている。ありがとうございます。